さて、最後のコースだし気合い入れていこう。え、ってことは今までは気合が入ってなかったの？そういうわけじゃないけど。っていうか50秒スピランだってさ、最後に僕らしいコースに当たったね。おわっと。やっぱりスピランは最初に死ぬのがお約束なのね。反応できないって。最初は下のバネに乗ると。結構危険だったが。あれは乗れる仕様だもんね。ってそれはさすがに見えないって。まあ今のはしょうがないわね。上のトゲは完全に見えなかったからな。まあ、わかってれば大丈夫だからね。ここはスピンジャンプで越えてと。さあここは、おっとスピンジャンプか。お、ナイス反応なんだぜ。初見出てきたのはでかい。しまった、着地点が奥すぎた。どうやって調整するんだ？うん、ぐるっとするタイミングを早めにして飛距離を短くするよ。あ、このドアは奥に行くのかしら。あれ、なんか違うみたいだぞ。壁キックスタートする構えをしたのに。あれ、ここ上に行ける？いや、でもドアから出た時何もなかったわよ。何のための隙間なんだ。まさか気をそらせてタイムアップを狙ってるっていう魂胆。いや、さすがにそこまで考えてないでしょ。お、今度はこのドアに出たね。さあ、どこまで行けるかしら。おっと危ない。ちょ、なんとか助かったわね。執念で戻ったな。うん、なるべく残機は減らしたくないからね。よし、次のフロアに行こう。さあここは？どんどん下に降りていくのか。ってちょっと時間がないわよ。ま、まずい、急がないと。あれ、すぐそこゴールのおのじゃね。おお、まだワンチャン。だあ、ギリギリ間に合わなかった。今のは悔しいわね。さて、このコースのおさらいだよ。ねえ、もしかして本当にあの隙間のせいでタイムアップになったんじゃない？まあ、あそこに気を取られてなかったら間に合ってたもんな。別に意図して作ったとは思わないけど。ま、あそこさえ無視してまっすぐ行けばタイムは余裕そうね。途中も下ってたしな。確かこのフロアだったよね。確かに何もなかったな。道を塞いでくれたら気にもならなかったのに。まあ、これで大丈夫でしょ。あとは何事もなく進めるといいな。任せとけって。よし、さっきよりも早いタイムだ。さっきの感じでギリギリだったからタイムは余裕そうね。おっと危ない。でまたそこで壁キックかよ。あはは、まさかのデジャブ。別にそういうの求めてないけどな。またタイムロスになっちゃったけど。さすがに大丈夫。ここのターンでバネがあればやりやすいんだけどね。さあこのまま進めば。あ、ちょっと。って何やってんだよ。ブレーキが早すぎた。でもタイム的には。シャーボルダー。はい、というわけで無事にクリアすることができました。いやー、2回失敗したけどクリアできてよかったよ。ほんと時間設定が甘めで助かったわね。さすがにタイム更新はできなかったか。ん？あれ？久しぶりだぞこの映像。たまには感動的なシーンを。いつもバイトとか言ってるじゃないの。まあまあそういうこと言わずに。今回の100人マリオは割とサクッとクリアできたんじゃないかな。そうね、短めなコースが多かったし、コース運はかなり良かった感じだよな。これも日頃の行いがいいおかげ。それは絶対ない。ちょっと。おお、マリオの金色が出た。レアなのかそれは。わかんないけどなんか嬉しいね。またどんどん集めていきたいわね。you